小川さんの演技はいいよいいよ、すごいよかった、キャラ出てるよ、うん。じゃあ次梶先生、追い剥ぎ集団も尺を勉強しましたけど、尺を勉強してね、いつも思うけど、その空間の制限とかいろいろそういうところをどうやって乗り越えるかっていうのが、うまくやれた方じゃないかね、今回はね。変わったところで言うと、やっぱさすがにもう散々撮ってるし、ライブとかもやってるから、メンバー4人の息は合ってきたっていうのは前よくあるかな。うん、なんかやっぱね、こう1本、2本、3本とこう回重ねてってさ、なんとなくこう共通項がなんか見出してきたからさ、お互い多分ストレスあんまなかったんじゃないかな。あとはもうなんか楽しんだもん勝ちっていうかさ、みんな楽しそうだったよね。それを見ててなんかね、親みたいだけどなんかすごい嬉しかったし楽しかった。うん、やっぱすごい早いかな。やっぱ撮影スピードがやっぱ早いなっていうのと、その監督の中の調査の中でも頭の中でも出来上がってるから、もうサク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 もう撮っていくね。まあ、結局そのうちの工作員の連中もね、なんだろうな、最初は勝手がわからないから、もう指示待ち人間みたいになってるっていうのが、もう大体みんな、じゃあもうこっからやっちゃいますね、みたいなところになってきたし、だいぶそこら辺はほぐれてきたんじゃないかな。セットは楽だったんですけど、カメラワークは腰にきました。今回ね、あんま具体的な指示がなかったので、まあ、僕の色を出せみたいな感じだったのかなと思ったんですけど、機材になれず、はい、使える素材があるといいなみたいなとこですね。空気読もうと思うんですけど、やっぱ読めないですね。やっぱだから何していいかわからないんで、いつもしどろもどろですけど。短いのはそっちですか？こっちじゃない。じゃあこれ違う。違うってこと？長い。長い。これも短いぞ。これ短いな。あれ違うな。長い。短いな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 。で、ウーをね、撮るっていうのも再録したっていうのもあるんだけど、結局その、じゃあ再録するときも、じゃあ何やったら面白いかね、まあ、もちろんライブでやってる曲がいいだろうし、映像として撮って面白いやつのがいいよねっていう流れから夫婦に決まって、で、あとはやっぱその曲から映像がこうイメージできないと、撮ろうと思ってもまあおざなりなものを撮っちゃうっていうか、まあ、よくいろんなところである MV みたいな、あれみたいなになっちゃうので、まあそうならないようなところってんで、フールで、あ、こういう絵が浮かぶなっていうので、じゃあこれ撮ろうっていうところがあったかな。もっと奥まで下がりたい。もっと奥まで。どこも随分また外か。窓から。絶対ドラマーにはいない顔だよね。そんなことないですよ。いや、いない。この手の顔の人は、うん、絶対フロントに行くもん。やると、なおさら。まあでも
やっぱり重ねるごとに、あ、こういう風に撮りたいのかなとか、そういうのはちょっとずつこう分かってきたんで、そこはなんか最初の頃よりスムーズかなっていう、うん、俺以外の2人は役者なんでね、やっぱりこう旗からね、ソロでやってるのを見てると、あー、うまいなって単純に思う。俺なんか恥ずかしくできないなっていうのが結構あるから、うん、なんかもうどうしても真面目に弾いちゃうからねっていうね、まあ、特に解散見てるとね、まあ、そこでそうやって遊びに入れるのかみたいなのとか、うん、でも俺がやるとおかしいなって思いながら本日はですね、本日は、ミュージックビデオ撮影現場に来ております。ちょっと見てみます。ほら、やってますね、やってますね。自分もやらないといけない。明らか暑そうやな、これ。今回はライティングですね。今までやっぱりそのバルブスの配信ライブとかやっていて、照明の組み方毎回いろいろ変えてるんだけれども、まあ、メンバーのシルエットとか影とかっていうところでもう十分かっこいい絵になるって言ってる。これが夫婦よりも長い曲でしっかり歌が入ってるものになっちゃうと、やっぱりちょっとそれは難しくなってくるので、それをじゃあどう狭い空間安い予算でやるかっていうところだったかな今回は。強調される。もうなんかそれで慣れちまって。楽しかったね。本当ですか。うん、でも現場独特の雰囲気とかみんなの動きとかさすがやなと思いました。高町監督はなんかだんだん乗ってくるよね。最初渋い顔して機材にイライラして、んだよこれとか言いながら曲始まればノリノリみたいな。あいつもなんか曲に乗ってみたいな。カメラワークみんなもいいじゃないですか。前とは勝手が違った内容だったので、まあ、ちょっと自分もあまり分かんないところあったんですけど、結構自分としては新鮮だったんで楽しくできました。撮影中もみんなと話したんですけど、楽しい。めっちゃ楽しかった。やっぱね、なんか気心を知れた仲間とこう久しぶりに会って、なんかこう何かを作るってやっぱね、好きなんだね。もうなんかね、これ以上もね、以下も何もない。もうこれがなんかやりたかったんだなと思って。まあなんかいろんなまあ意味合いもあって、夫婦っていう選曲したんですけども、まあなんかこうなんか、ね、ストーリーがなんかあるようでないようで、でもあるようでって感じで、なんか今だからなんか飛んなくちゃいけないような気がしちゃったというか、うん、なんかねすごくストーリー性を感じたかな、なんとなく。
もうロックド直球って感じでしょ。これでしょ、間違いないと思うよ。うん、レトールは結構いろいろ入れたから、うん、次はいいかな。ちゃんさんの歩きとか入れなくていい今回は。いらないですね。あれ、はい、いや別に必要だったら。どうですかこれ、アキラさん。ロボコン、ロボコンいらないでしょどうしてもって言われたらやるよどうしてもって言われたら監督が言うならってやつですか。しょうがないもん、それは必要なんでしょう。ロボコンいるかなやっぱね、でかい音鳴ってるところで皆さんの姿見てビデオ行きますよね。早くステージ見たいなって。いいよね曲もノリノリで、俺も聴いてたけど何がおもろいねんあー、顔がいいよねみんなね表情が、あーなるほど。普段見れないこう、ね、絵を見て、もうバルブスの裏側をちょっとすいません見ちゃった感じで、はい、いやもう本当に僕自身も普段よく聞いてますし、いや本当かっこいいなっていう。まあその10周年10年活動してきて、まあそこの一つの節目として、ファーストからの昔からの音源を今一度こう見つめ直すというか振り返るという感じでね、できたかなと思います。いやすごくいいもんができたと思います。うん、こういったね、あの本ちゃんのバシッとしたもんもあるんだぞってところをちょっと見つかったなと思っているのもありますね。なんかね、本当楽しんでる姿を見てもらって楽しんでもらったらなんか一番かなと思うんで、そうだからお互いなんか楽しんでいきましょうって感じだよね。ロック。じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。疲れたよもう。眠い。